クリスティーナ・マドレーヌ・オデット・ラガルドは、フランスの政治家、弁護士、元国際通貨基金専務理事、国民運動連合所属、現欧州中央銀行総裁パリ旧区にて、ロベール・ラルエットとニコル・カル夫妻の第一子として誕生。4人兄弟で3人の弟がいる。幼年時代をルアーブルで過ごし、そこでカトリックの教育を受けた。10代の頃は、 アーティスティックスイミングの選手であり、フランスのナショナルチームに所属していた。16歳の時に父が亡くなり、囲碁母ニコルが一人で子供4人を育てた。1974年にバカロレアを取得。パリ第10大学を卒業し、さらにグランゼコールの一つであるエクス・アンプロバンス政治学院を卒業した。エナの入学試験に2度失敗しているが、自身は、 この失敗を後悔していないと述べている。卒業後の1981年、アメリカの国際ローファームであるベーカーマッケンジーのパリオフィスで弁護士として働き始める。1995年より、ベーカーマッケンジーのシカゴ本部でのエグゼキューティブとなり、1999年より、チェアマンに選ばれた。ジャンピエール・ラハランに発掘され、2005年にアメリカから帰国。 ドミニク・ド・ビルパン内閣の農業、漁業省などを経て、2007年6月から、フランスはフィヨン内閣の経済、財政、産業省に就任する。G8 最小の女性最小でもある。2006年には、アメリカの経済誌、フォーブスが取り上げた、世界最強の女性30に選出されている。反トラスト法、労働法専門の弁護士としても著名であり。 ベーカーマッケンジーの所長に女性で初めて就任した。2011年6月28日、IMF の理事会にて、専務理事に全会一致で選出された。女性として初のトップ就任である。かつて、ラガルドと同じくフランス経済財政省から IMF 専務理事に転じたドミニク・ストロスカーンが2011年5月に、 性的暴行容疑で逮捕、起訴され、IMF 専務理事を辞任したため、その公認の最有力候補として、名が上がっていた。2018年10月1日に、女性初の IMF チーフエコノミストとして、ハーバード大学教授のギータ・ゴピナートを任命した。2019年7月、欧州中央銀行時期総裁に就任が決定。同年11月1日に就任。 女性初の総裁となる。これに伴い、9月12日に IMF 戦無理事を退いた。2008年6月14日、大阪市で開かれた G8 財商会合において、米国のサブプライム問題に橋を発した金融危機とそれによって、株式市場から先物商品市場に多額の投機マネーが流入し、世界的に原油港、穀物港など、 インフレ圧力が増大している当時の経済状況を世界経済は3回危機にさらされていると表現した元夫ビルフリード・ラガルドとの間に長男と次男を設けている2006年からマルセイユの実業家グザビエ・ジョカンティがパートナーである2013年3月20日フランス捜査当局はフランス財務省在任中の2007-2008年 当時の与党の国民運動連合に近い実業家、ベルナール・タピト、フランス銀行との損害賠償問題に不正に介入した権力乱用などの疑いが強まったとして、専務理事のパリの自宅を家宅捜索した。ありがとうございます。